まあ春はまだかなという <laughs> ね<え>、うん、気持ちで待ってるんですけどちょっと暖かいかなと思ってもまた寒くなっての繰り返しなような気がするんですがだから一番ね体調崩しやすい時期でもあるんですよね,、うん、ねそうですよね、えー、特に3月ね渋やけになる人すごく多いしねうん、うん、確かに。おでも1月2月が一番寒い気がするんですけどいやだから1月 1> 2>, 2月寒いからみんなちゃんと保温してるわけよあそっかそっか3月ねでも日中は暖かいでしょ<あ>夕方から冷えるでしょボカボカし で体つま先からこう冷えてくるしだから日中口にはかなくて夕方になって冷えてから履いたら遅いしこの気温の差で寒暖の差でやられるというそうそう冷える前にちゃんと手当てしないと赤ちゃんなんかもう懐いつも冷えっぱなしだからねなかなかあまることないですけどまあねこれからね4月入ったら新学期始まるでしょ今悩んでる方すごく多いんですよ それはどうやって挨拶しようとかそういう悩みじゃなくて、うん、いやだからやっぱりね食物アレルギー多いからああはいはいはい例えばまあ学校だったら給食に入ってね<う>給食始まったらどうしようとかそういうねううで特にね、まあ、重症の、ね、患者さんが今増えてるから,、うん、から学校の先生も大変よね対応がいや確かにちょっと間違えたら一,一歩間違えたらこう死につながることもありますもんね うん、だからね、あのー、昔は、うん、でもアレルギーってそんななかったんよねあそうなんですかそうあじゃあこれってある意味現代病みたいなもんですかねだかのやっぱ昭和40年代からだんだん増えてきたんですよねうん、うん、えそれはどうしてなんでしょうでも一番は腸内細菌に原因がある お腹の中がみんななくなくくってる、うん。だから要するに化学物質ね,、うん、まあね医薬品も含めてあとまあ農薬とか添加物とか、はいねまあ、40年代からものすごく使われたのよね、はい、それに伴って腸内細菌がまあ悲鳴を上げてる<ー>、うん、要するに、まあ、例えば、ね、防風剤ね、うん、あの腐敗菌も殺すけど、うん、必要な乳酸菌も殺しちゃうわけよね。は<ー>それとかあとねあの、うん まあ、出産からね、ね、うんえー、まあ、離乳期が終わって、ね、うん、幼児の間、うんね。雑菌との触れ合いが今、非常に少ないんですよ。ああもう、どこのお母さんもね、殺菌だ、滅菌だ、抗菌だって、てもう。うん、う何かにつけき、綺麗に綺麗にってやりがちですけど。あれがあまり良くないだ、ねうん。だから、やっぱり、だからいろんな雑菌と、ね、うん、あの、その。 まあ病原性雑菌は別としてね。えー、そういうのはいろんな雑菌とはやっぱり触れ合って、うん、でそういったたくさんの菌が腸にこう定住していって、うん、その人の免疫を作ったりするわけですよね、うん、だから菌の数が明らかに減ってるっていうのもあるんですね、えー、あそうなんですか、うん、私たちの頃はね確かにもうちょっと物落ちても3秒ルールなんか言って食べてましたけど、うん、今のお母さんダメパチンってなるんですよ。うんうん 東京医科歯科大の、ねまあ、名誉教授藤田浩一郎先生、はいね、やっぱり衛生面を、ねうん、あの非常にこう気にかけるようになってから、うんまあ、いろんな病気が増えた、まあはっきり本にも書かれてるけどね、うん、ただ、まあ、じゃあなっちゃったらどうしたらいいかって。 実はね私まあ14年ほど前からお付き合いのなるね医院、うんまあ、があるんですけども、えー、栃木県に谷口医院っていうね、うんはい、産婦人科皮膚科小児科の病院があります谷口医院 ?14 年前に初めて私お伺いしてねでそれはまああ,ある方のご紹介で分かったんですよ、はい、でまあいろいろお話させていただいて、うんでまあ、14年前に私が申し上げたことうん、うん、ね あの今でもその、まあ、病院のホームページにいろんなこう影響を与えた人14人の中の8番目に私の名前と私がお話したことを書いてくださってるんですよね、はい、その先生に影響を与えた14人がいろいろリストに並んでいるうちの8番目に、うん、かっちゃんのお名前とその考えが、はい、あどういうことをおっしゃったんですかいやだから要するにアドピーってね、うん、あ皮膚の病気だけど、はい、それでも正常な血液が作れない。うん 腸内さやきに大きな原因はあいつもかっちゃんもねラジオでもうそのことをもう本当に皆さんに、ね、ずっとお伝えしてるわけなんですけど、ええ、そのことをその先生にもそうです,うですはいそしたらその先生がそのことを、ええ、で特にね、はい、14年前から、ええ、まあ乳酸菌生産物質をまあ治療に取り入れられて、うん、14年間素晴らしい成果を残してこられてるんですよね、はあ じゃもうその考えを取り入れて実践してこられてるわけですかそこの病院でそうです実際に成果も得られてるともちろん。うん嬉しいことですねそれね。それです腸内細菌だけじゃなくてもちろんその食事もね。それからあとあの実際に炎症を起こしている皮膚のケアをどういう風にしていくかそういったことも詳しく書いてあります。ですからまあ栃木県谷口議員で検索したらトップページの中に。 院長のマンスリートークっていうのがあるんですよ院長のマンスリートー,スリートーク、うんうん、そこにね腸,腸とアトピーのこととか、はい、腸内細菌のこととか、うんまあ、乳酸菌の情報とかさまざまなこと書いてあります。うん、はい 世の中今ね、本当にアレルギーだとかアトピーだとかね、そういったことで困っていらっしゃる方たくさんいると思うんでね、ぜひ参考になるお話たくさん載ってると思います。栃木県谷口院ですね。はい、はい。で検索してみてください。院長のマンスリートークです。はい。ということでですね、ラジオの方でもこういったね健康のために。 皆さんにこう利益になるようなお話また笑顔で元気になれるお話たくさんしております毎週水曜日夕方5時45分からラジオ大阪1314にダイヤルを合わせてくださいねドクトルかっちゃんの笑顔で元気ですでは皆さんまたお会いしましょうさようならさようなら